天神堂古墳群は、静岡県沼津市にある、カヌキ九十塚の一部で、天神堂周辺にあった古墳群を言う。6世紀末から7世紀にかけて、沼津市周辺では、明日香山麓から大岡などの平地、片浜、西浦、内浦、西の浦の海岸地帯など至るところで集落が営まれていた。カヌキ山周辺では上カヌキの天神堂、 住吉、下カの山の根、林家、上野原、藤井源などに集落が分布しており、それらの発達により、古墳が作られたと考えられている。小規模な円墳が多く作られ、カヌ九十塚、石田九十九塚などと呼ばれている。天神堂古墳群は、カヌ九十塚と呼ばれる、群集墳の一部であり、集落の上層部の者の,の墓と考えられている。金星、 カヌキ九十塚の畑を掘り起こしたところ立ち鎧が出たため、たたりがあるとしてその後はあえて犯さなかったという。この地は戦国時代に今川市、北条市、武田市が争った土地であり、九十塚はその戦没者たちの墓と見られていた。1970年に行われた沼津市の区画整理事業で、地下に石室の一部が残存するものが3基発見され、 発掘調査が行われた。1970年3月に、かの地区と地区核整理事業の工事に伴い、河原家が発見された。この際、古墳の石室が確認されたため、調査を開始すると、古墳群が発見された。1970年3月に一時調査として一機の古墳の緊急発掘調査が行われ。 続いて1971年3月の二次調査により3期の調査が行われた。なお、第9号墳は口述の通り古墳ではなく瓦礫塚であった。調査により十数基の古墳が確認されているが、いずれも古墳は消滅している。墳球は調査時に大半が失われていたため、規模については不明。埋葬施設、西南西方向に開口部を持つ。 横穴式石室。長さ5.6メートル、幅0.8から1.0メートルの長方形だと考えられている。出土品、小刀1、通す2、鉄属13、弾き月4、短偵壺1、末付月23、月見5、有害高月1、短偵壺2、包み瓶1、末期は6世紀末7世紀前半のものと考えられている。 調査員が通報を受け現地に赴いた際には、すでに切断され南側の残部は、廃土の下で、調査不能、北側も家屋にかかって、調査不能となっていた。埋葬施設、南西方向に開口部を持つ、無袖の横穴式石室。長さ約5.7メートル、幅1.15メートルの細長い長方形だと、考えられている。 壁体は、破壊が著しく奥壁下の一国と、側壁二段しか残っていなかった。床面は閉塞石付近を除く前面に隠れが敷かれていた。出土品、耳輪に、目の性真形玉6、壁玉性果玉2、壁玉製平玉1、壁玉製切子玉1、水晶製切子玉12、水晶製ソロバン玉1、ガラス製小玉59、小刀2、 通す四、鉄族に、はじきつき一、末期つきみ一、つつみびん一調査以前より古墳の存在が知られていた。埋葬施設、ほぼ南に開口部を持つ、無袖の横穴式石室である。床面は、長さ約4.6メートル、幅0.85から1.2メートルで奥壁幅が、やや広い。側壁再下段の石列をわずかに残すのみで、奥壁は抜き取られていた。 石室内の開口部には、遺体紙が1枚直立し、室内に板石片が散乱していたため、組み合わせ式箱型石管が設置されていたと考えられている。出土品、耳は1、鉄刀1、鉄属7、弾き付き1、末駅外付き2、有害探径壺2、探径壺2、長径瓶1、平平1、二末期は7世紀前半のものと考えられている。 石質は存在しない、枯れ木塚であった。出土品、幅は一定でなく旋回する、尾の長い密度萌え分が配されている。小生は、軟質で黒みを帯びた灰色。文様から四種類に分けられる。一剣先状の文様を並列させたもの、小生は黒みを帯びた灰色に、花形状の文様を上下交互に配したもの、小生は一と同様三二と似ているが、 花形の形状が異なるもの、小西は、硬質で、赤褐色4変形の唐草文系のもの、小西は、硬質で、灰色破損のため形状はわからないが、焦西及び色調から2種類に分けられる。A 軟質で黒みを帯びた灰色のもの B 硬質で、灰色のもの AB ともに周焉には、主文が巡らされている。また、鬼の牙、歯、小花と見られる影がある。 完成品は出土されず、大きさは不明。一軟室で、青灰色。二光室で、褐色。三は二に近い焦成と色調の三種類がある。完成品は出土されず、大きさは不明。小成は、軟室で、青灰色と光室で褐色の二種類がある。以上。所在地交通アクセス関連施設周辺。ありがとうございます。